じゃあ、俺も。髪の写真を上げたくてよくアップしてるとこです。露伴寝かせた後って私もすっごい眠くなる。一瞬もうインスタ上げながら脳を起こそうと思います。ただいま。おかえり。마음을 편하게 인헤어 인헤어
Next hair. なんまあ、どこが足りない？ここ？うん。かった。ありがとう。もうか。Everything。待ってみる。あ、じゃあ作る。結構ね、もっこりだね。もっこり。なんかダサくなってる、大丈夫？もう俺の人材いいの。ユカもいるし、ロアンもいるし。今日あれ見る？すごい好きなんですよ、テラハ。どれぐらい好きかは、1個のシーンを多分100回以上見ました。いや、待って、もっと見てると思う。ラビンローズ？ No. ランブリンローズだよ。ランブリンローズ。踊ろう。ユカ、好きなシーン思い出した。何？ハンダさん。ハンダさんのシーンはこれでしょ。ハンダさん疲れたでしょ、できてみ。ハンダさん疲れたでしょ。いや、疲れてないよ。え？じゃあ今日はゆか、韓国のジャンプ見たから、うん、日本のやつ見る。そうする？うん。まあでもさ、うちらさ、最近すごいの見つけたよね。本当？皆さんはネットフリックスっていうのが国ごとに見れるコンテンツっていうのが違うってことを知ってますか？私たちが最近したのが ExpressVPN っていうアプリなんですけど、この ExpressVPN を使えば IP アドレスを変更することでオンライン上のロケーションを変更できるので、より多くの映画やドラマを楽しむことができます。で、例えば私たちは最近日本の Netflix にアクセスして、日本の Netflix でしか見れないテラハ、私たちの大好きな番組のテラハのなんか初期のエピソードを見たりとか。大体うちら日本で、うん、バチョラレとめっちゃ好きやったじゃん。そうスギちゃんとかね。そう、 VPR ってよかった。俺ピント合ってる？俺は全然合ってない。同じように例えば私の場合はなんか英語の勉強したい時とかあるじゃん。イギリスとかのネットフリックスに接続することで英語のより多くのコンテンツを見れたりとかもするんですね。だからそうすると言語の勉強にもなるから結構おすすめ。あとエクスプレス VPN のもう一個のメリットとしてセキュリティの保護っていうのがあるんだけど、なんか実はカフェとか空港とかでフリー Wi-Fi があるじゃないですか、うんうん、そういうフリー Wi-Fi で使ってみたりとかすると、その同じネットワークを使ってる人は誰でも簡単にクレジットカードの情報だったりとか自分のその SNS のログインの情報とかを盗めちゃったりもするから。え、俺のパスポートがタイにいる感じ？エクスプレス VPN は安全なトンネルのようなものを作ってトラフィックを 100% 暗号化しているので、いつでもどこでも安心してインターネットを使うことができます。私は結構カフェとかによく行ったりするので、そういう時は絶対 ExpressVPN を使って見るようにしてます。で、使い方もすごい簡単で、接続したい国っていうのをクリックするだけで簡単に接続できます。で、今ならゆかチャンネルを視聴してくださってる皆さん限定で12ヶ月プランを購入すると3ヶ月分無料のキャンペーンを実施してます。いつでも安全にネットを利用しながらより多くの映画とかドラマを楽しみたい方はぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。もしかして VPN 使って、うん、外国のあれも見れるの？はぁ、こういう人いるから。お母さんがやるよ。あーそっかそっか。でも寺は夢やな、きっと、うん、仕事は終わんないね、うん、疲れてる。疲れてる。ゆかはさ、うん、もしねシングルだったら出てみたい？寺は、うん、もう出てみたい。ゆかはちょっと出る可能性あると思うよ、可愛いし。日本で人気ないから。確かに。俺はどう？可能性ある？わかんない。いや、でも顔じゃないと思うよ、本当に。じゃあ俺も。なんで、でも、こうなると思うよ。明日はどうする？明日、うん、明日は、この予定は、これ、二人目はどうやって育つの？泣いてる。
じゃあこれ早く整理して、うん、もうちょっと見ようか。まだお風呂だったこいつ。明日君のさになんか誰かがさ You're here doesn't match with you みたいな。え？そう、すごい意地悪なテクロってさ Well, you don't need to tell me that って言ったイラッとしてスンちゃんはアップルはいないの？でもまあ最近お前は税金元払えよって超現実じゃあ俺もしますけど、もうこれ本当にうちらのナイトルーティンですが、もっとハケジですけど、今日はいくら我慢してますよ。痛い痛い。おい。もうできないよ。もう年だねうちの。やってみた、それがいいんだって。もう休んで。そうそうそう。うわ。グリーン。わあ。何の手紙をさ。何おもろいのうちだ。お母さんがやるよ。はい。こんな感じで子供がいる夫婦のナイトルーティンでした。こちらのナイトルーティンが皆さんにちょっとした力に。頑張ってください、皆さん。今日も頑張りました、本当に。今日一日、お疲れ様でした。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。おやすみ。おやすみ。お母さんがやるよ。